FM 戸塚をお聞きの皆様、新年明けましておめでとうございます。ハグザライフ命を抱きしめよう、1月7日火曜日の放送スタートいたします。やっぱり落ち着きます。このオープニング、サウンドオブララのプレシャスに乗せながら、改めまして2020年1月7日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。今年もお相手はこの戸塚に住んで34年目となります、パーソナリティ相浦弥生です。北海道札幌生まれ、大学時代まで北海道に暮らしていました。そしてこの戸塚に住んで、神奈川やそして東京に住んだこともありましたけれども、戸塚に住んで34年目の2020年であります。ハグザライフ命を抱きしめよう、今日はお正月のお琴の演奏を BGM に乗せながらスタートし、そしてこのサウンドオブララのアイリッシュハープ、そしてスキャットの歌声にまた戻っていつものようにお届けしています。お琴とアイリッシュハープ、やはり似ている、そんな感じがいたしました。皆様、今日のスタートいかがだったでしょうか。今日のハグザライフ命を抱きしめよう、2020年最初のハグです。高齢になっても、そして病気の時にも、障害を持ったとしても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、医療、福祉の情報をお届けする番組、ハグザライフ命を抱きしめようです。今年は他者の起源、東戸塚地域活動ホーム光の斉藤理事長にご紹介いただいたこの本を読んでいるところであります。他者の起源です。最後のコーナー、生き生きヒントは、年をまたいでご紹介しているリーダー高橋さんの山登りハイキングのサークル、その集合のルール、さらに高橋リーダーの元気な秘訣、長く続いている秘訣などもご紹介していただいています。なるほどと、他の場面でもヒントになることがたくさんです。今日の生き生きヒント、大晦日31日に続きまして、今日1月7日後編をご紹介していきます。今日も東戸塚駅西口すぐの FM 戸塚のスタジオで、皆様をお待ちしています。ハグの番組は収録でありますけれども、放送を通しながら、ラジオの向こうに、スマホの向こうに、パソコンの向こうにいらっしゃる皆様を思いながらの
番組であることには変わりがありません。私のもう一つの番組ラジオの絆は毎週土曜日の朝9時から11時まで、このモレラ東戸塚スタジオの大きな窓のあるスタジオから、1スタと言いますが、お届けしていますので、ぜひハグのリスナーの皆様も遊びに来てください。新年のご挨拶をしたいなと思います。それでは2020年1月7日ハグザライフ命を抱きしめようスタートいたします。ハグザライフ命を抱きしめよう、この番組を今年も応援してくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上3社の提供でお送りいたします。マイクの向こうにいらっしゃる皆様のお名前を、呼びたいなと思っています。ラジオネームでもちろん構いませんので、メール、ファックス、お手紙、そしてスタジオまで来てくださってスタッフにメモを渡していただけるとお名前を呼ぶことができます。私の名前は相浦弥生、旧姓は、もちろん別でありますけれどもね、ひらがなで弥生という名前を父と母と、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんがつけてくれたと聞いていますけれども、あなたの名前も知りたいです。それでは今日の1曲目、五代五の歌うビューティフルネームです。それでは1月7日ハグザライフ命を抱きしめようメインコーナーです。年の初めのハグのメインコーナー、今年も言葉を大切にしていきたいと思います。そして大切な言葉は何度も何度も心の中で繰り返し、または声に出して読み上げて、いつか自分のものになっていくといいなと思っています。私にとって大切な詩、先週はカルロス・カスタネーダの詩を読み上げましたが、今日は僕がここにの詩、窓道を、そしてこれは小学校の教科書にも載っている詩でもあるのです。小学校4年生の教科書に載っているというふうにね、少し前のこれは、情報でありますのでね、もちろん変更になっている可能性があるかもしれませんが、あ、聞いたことあるよとお子さんがお話ししてくれるかもしれません。小学校時代の教科書、この詩覚えているとご家族で話し合ってみるのも良いかもしれません。窓道夫さんは1909年山口県生まれ、台北工業学校卒、この時代に詩や短文を書き始めて友人と同人誌を作ります。
原白秋に詩を学び、そして童謡も学びます。戦後帰国して婦人画報社に入社、子どもの雑誌チャイルドブックの編集に携わります。この頃より幼児雑誌ラジオで童謡を発表するようになる。江窓道夫さんの童謡には1年生になったらゾウさんもそうです。そして名曲不思議なポケット、ポケットの中にはの、つい歌いたくなっちゃうあの不思議なポケット、そしてラジオにもぴったりな八木さん郵便、皆さんからの郵便がお手紙が欲しいですとラジオで呼びかけていますけれどもね、メールももちろんファックスももちろんですが、郵便、はがき、封書がまた昔を思い出すようで嬉しいのであります。そのような傑作の童謡を作られた窓道夫さん、本名はね違うんですね。なぜこの窓道夫というペンネームにしたのかというと、本名は石田道夫ですが、若い時にペンネームのつもりでつけたんですね。つけた途端に嫌になりまして、ところが恩師の北原白秋先生がいい名前じゃないかとおっしゃったので、それじゃあこのままでいいだろうと、それからずっと使っているわけです。窓というのは家でも何でも外に通じる窓がなかったらどうにもなりませんね。窓を通じて外の景色を見たりします、そんな感じでつけたんですとご本人が語っているんです。大きな窓を前にしながら今日もスタジオでラジオをお届けしている、私にとっても窓道夫さんのこのペンネームはとっても嬉しい限りであります。それでは2020年1月7日今日のメインコーナー、窓道夫、僕がここに、ご紹介します。僕がここにいるとき、他のどんなものも僕に重なってここにいることはできない。もしも象がここにいるならば、その象だけ。豆がいるならば、その一粒の豆だけしかここにいることはできない。ああ、この地球の上ではこんなに大事に守られているのだ。どんなものがどんなところにいるときも、そのいることこそが何にも増して素晴らしいこととして。2020年もこの番組ハグザライフ命を抱きしめようを通して、大切なあなたと出会っていきたいと思っています。それでは一曲、今年のお守りにしたいなという歌、羊毛とお花、お守りの歌お届けいたします。素敵なお名前の羊毛とお花のお守りの歌お届けいたしました。それでは連続エッセイのコーナーです。
今日は1月7日ということで、ラジオネームこんちゃんから、今日は春の七草についての連続結成が届いていますので、今日はこんちゃんの連続結成をご紹介していくことにいたします。開局以来ずっと FM 戸塚を見守り続けてくれたこんちゃん、結婚してお母さんになって、そして長男大河くん、次男の優雅くんも元気いっぱいで、保育園の帰りにはスタジオの窓をトントンと叩いてくれる優雅くん、その後ろにはしっかり者の大河お兄ちゃんが控えているのであります。こんなご縁でですね、ラジオ局があるということを知って東戸塚に住もうと決めたラジオネームこんちゃん、そしてお子さんが少し大きくなった頃に連続エッセイを書いてくださるという形でさらに関わってくれているわけです。去年も本当にお世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。春の七草についてお送りしますといただいています。先日長男大河の入塾説明会に足を運びました。教科ごとに先生から細かな説明があったのですが、社会科の先生からこんなお話がありました。今の子どもたちは季節の行事などをあまり知らないということです。例えばお正月になると門の外などに飾る松の飾り、あれは何ですかと聞いても門松という言葉が出てこないそうです。そういうわけで今日は時期的に食す春の七草について、私も子どもにちゃんと説明できるよう調べてみましたので、皆さんにもお届けしようと思います。はい、春の七草とはセリーナズナー五行箱べら仏の座鈴な鈴代これぞ七草、私はこのね語呂がこのリズムが大好きでね、よく口ずさんでいるんですけどもね、こんちゃん春の七草詳しく教えてくださってありがとうございます。七草がゆはお正月の行事として定着していますが、本来は1月7日の人日、人の日と書きますね、人日の日に行われる人日の節句という行事です。人日とは文字通り人の日という意味で、中国の前漢の時代に元日は鳥、2日は犬、3日は、イノシシ、4日は羊、5日は牛、6日は馬、7日は人の日としてそれぞれの占いをし、8日に刻を占って新年の運勢を見ていたことに由来します。さらに唐の時代には人日の日に七種菜の寒、羊羹の寒と書くんですけどもね、という7種類の若菜を入れた汁物を食べて無病息災を願うようになりました。この寒は熱いもの、汁という意味です。また管理昇進を1月7日に決めたことから、その日の朝に7種菜の寒を食べ立身出世を願ったといいます。この風習が奈良時代に日本へ伝わると、年の初めに若菜を摘んで食べ生命力をいただく若草摘みという風習や、7種類の穀物でお粥を作る7種粥の風習などと結びついて七草粥に変化してきました。そして江戸時代には幕府が公式行事として人日を祝日にしたことで、
神実の節句、七草の節句として人々の間に定着していきました。七草粥が定着した背景には、お正月のごちそうに疲れた胃腸をいたわり、青菜の不足しがちな冬場の栄養補給をする効用もあり、この日に七草粥を食べることで新年の無病息災を願うようになったからだそうです。最後に七草一つ一つの豆知識です。はい、こんちゃんありがとう。セリという呼び名の由来が、新芽が競い合って育つ様子からであることのため、競争に競り勝って勝てるとされています。ナズナという呼び名が、撫でて汚れを取り除くことにつながるとされています。花の下に三角形をした葉のような果実がつくことから、ペンペン草とも呼ばれています。そうね、あの三味線のね、バチのような、形をしていますものね。そして次は五行という呼び名の由来については諸説ありますが、仏の御体を表すものであるために選ばれたという説が一般的です。その他に人の形をしており、母と子の姿を表していることから、母子草と呼ばれるようになったという説もあります。次に箱べらは呼び名と繁殖力の強さから、繁栄がはびこることにつながると考えられています。仏の座、平らに広がる葉が仏の安座に見えることから、縁起が良いものとして捉えられたようです。鈴菜は株のことです。そのコロンとした形状が神を呼ぶ鈴に通じるとして、春の七草に選ばれました。そして最後が鈴代は大根のことです。真っ白な大根の様子から、汚れのない純白を表すと言われています。現在ではお正月の暴飲暴食から胃腸の休息というイメージが強い七草粥ですが、もともとは無病息災や出世を願って食べられたものなんですね。それでは今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそです、こんちゃん。ラジオネームこんちゃんから春の七草について今日は教えていただきました。連続エッセイのコーナーでした。それでは春の七草にちなんで、かりゆし587愛の歌です。聞いてください。それでは嬉しや楽しいお便りコーナーです。まず最初は東戸塚地域活動ホーム光の斉藤理事長からです。弥生さん、年の瀬でもマイペース崩さず乗り切ってくださいと年の瀬にいただきました。ありがとうございます。昨日第6回のチャレンジドコンサートに行ってきました。チャレンジドコンサートは高齢者、障害者に限らず、何かに挑戦している人なら誰でも全員参加型のパフォーマンス、披露の場、新たなチャレンジへと踏み出す勇気を与えられるような温かい空気に包まれたみんなで作るコンサートです。さっきのハグでも、光の冬フェスで踊っている弥生さんご自身はもちろんですが、会場に詰めかけた人たちが思い思いのスタイルで踊っている姿を、弥生さんは自由を感じるとおっしゃってました。その自由を大阪でのピープルファーストでは、障害者である前に人間として見てほしいと訴え、その実現をもって自由を獲得できるとしているように思います。ハグされる自由が来年は進むことを願っておりますと、斉藤理事長からの提言メッセージありがとうございました。今年もどうぞハグをよろしくお願いいたします。さあ、そしてラジオネームちゅうまさんから、
サウンドブララの歌、クリスマスソング素晴らしかったです、聞きましたよとメッセージをいただきました。そしてまた聞かせてほしいというふうにも伝えてくださいました。ありがとうございます。さて皆様の年賀状は来週ご紹介したいと思います。そしてそしてラフォーレ桜の竹中秀明さんから元気になれる曲をリクエストしますといただいています。日の誘引、楽観員秀明さんの日ですね。そして書いてくださったのがみんなで考えました秀明さん、茶色なのでしいたけかなと、秋の味覚を書いてくださったというふうにも聞いていたので、でももしかしたらみかんの一房一房かなというメンバーもおりました。みんなでラフォーレ桜の皆様のおはがき見せていただきながら考えました。秀明さん教えてくださいね。元気になれる曲のリクエスト、今日はねビューティフルネームも名前を知りたいですという、あなたの名前こそが大切、そしてお守りの歌、今年1年もこのお守りの歌とともに張り切っていきましょうとお届けしました。7も元気になれる曲だったでしょうかね。愛の歌ですものね。愛はいつの時もどんな場面でも大切です。ありがとうございました。皆様からのメッセージ、鈴代大根毛、ラジオネーム畑に通って20年さんからスタジオにお持ちいただいて本当にみずみずしい大根をいただきました。ありがとうございました。七草がゆにも使う予定です。それでは今日の生き生きヒント、先週に引き続き2019年の大晦日、まずは第1弾前編をお届けしましたが、今日1月7日、年を超えて高橋リーダーの山登りハイキング、そのグループの活動が長く続く秘訣、そして高橋リーダーがお元気である秘訣など、生き生きヒントでご紹介していきます。後編です、お聞きください。さあ高い山、中くらいの山、そして C のコース、もう誰でも行けるよ、ハイキングっぽいよっていう、そのあたりもいくつか教えてください、はい。まあですね、鎌倉の方でですね、庭園っていう風に皆さん言ってるんですけどね、知らないんですが、今ちょっと文字を見せてもらいましたら、天の園と書いて庭園と読むんですか、ね、はい、そこもまあ、相当歩かないと行かれないんですけどもね、これはね C の中でもね、きつい方ですC の中でもきつい、はい、トスカに限ると、はい、マヨカ公園とかね、花椒川の桜を見るとか、あ、 そうなんですね、それからトスカの七福神を回るとかね、トスカ塾を回るとかね、はい、そういうのから、横浜の方に行くと、港の見える丘公園から外人墓地を回ってとか、そういうところへ行ったりとかですね、桜だと根岸の競馬場跡っていうところがあるんですけど、はい、そこに行ったりとかですね、はい、うんうん、桜は、まあ、あちこちね、桜の名所がいっぱいあるんですけどね、私が好きなのはね、絹田公園っていうのがあるんですよ。去年も行ってきましたですね。そうですか、まあ、それと、まあ、いろいろ桜のね名所を回ると。なるほど、そうなんですね。じゃあ季節感も味わいながらのピクニックコースもあって、ね、
大体じゃあ、まあ、朝集合、その行く場所によってきっと集合時間も違うと思いますが、大体、ね、夕方には帰ってこれるような、そうですね、それぞれコースなんですね、はい、なるほど。何かこのスタジオにいながらその山に登った、私も富士山に登ったのが確か56歳の時だったかな、もう本当に登ってよかったと思いましたが、その山を何か思い出しながら今お話を聞かせていただいております。長く続く秘訣、などこれから お聞かせいただきます。会員はどのぐらいリーダーいらっしゃるんですか？会員はですね、私が入った頃はですね、はい、80人ぐらいいたんですけども、先ほど言ったように会社の OB ですので60歳大体以上ですよね、はい、OB ですからね、そうすると、20年いるともう80になっちゃうわけですよ、はい、だんだん年取ってきますのでね、体力がなくなって、辞めるとか、まあ運悪く亡くなられる方もおられるので、だんだん少なくなってきて、はい、今は60人ぐらいですね。そうなんですね、はい、というリーダーはおいくつかとこの前お聞きしてびっくり仰天でしたが、今年80になったんですけどね、私戸塚が今年80周年ですね、やってるんですよね、はい、それとね同じ年ね、戸塚は4月になったんですけど、私6月生まれですからね、戸塚になって2ヶ月後に生まれてるんですよ。ですから戸塚と同じ年をですね、重ねてるんですよね。そうしましたら、ね、この80歳の誕生日を迎えられて、それでもこう元気に歩いていらっしゃる、まあ、この会がこう長く続く秘訣 ABC の3つのコースを、まあ、リーダーたちが、スケジュールとして決めるという、これが一つ、そしてもう一つお話を聞いていくうちに分かったのですが、この集合時間やそしてそのあたりのルール、申し込みルールといいますか、そしてお天気ルール、このあたりを教えてください。今ですね、申し込みルールって言いましたけどね、はい、申し込みのルールはないんですよ。当日集まった人だけで行くというのがルールなんです。はい、ですから例えばね、今年7月6日にですね、金時山と轟渓谷って A と C があったとしますよね。と A コースは、小田原駅東口バス停8時30分集合っていうふうにパンフレットに書いてあるんですよ。そして轟渓谷は、東急田園都市線二子玉川駅10時集合って書いてあるんです。で、この時間までに来たら参加という形なんです。それでもう一つ、先ほどもう一つ大きなミソというのがですね、はい、これ例えば60人いるうちですね、出血取ったりなんかしたらもう相当な労力が必要で、そういうことなとこまでやってられないので、申し込んだけど朝来なかったとかね、そういうふうだと時間がちゃんとスムースにいかないわけですので、はい、申し込みっていうのは一切ないんです。今言った時間までに来た人がその日の出席者という形になってるんですよね。これのルールっていうのは徐々にこうやはり検討して、そうなんですよ、ね、生まれたものなんでしょうかね。そうですね。それで、まあ、それのルールとしてですね、はい、こういう規定がありましてですね、例えば7月6日の日に、今言った A コースと C コースがあると言った場合ですね、前日、前の日のですね、夜の6時52分から、NHK の天気予報が出るんですよ。そのね、天気予報で、横幅という地域のところが出てきて、はい、そこのところにですね、何時から何時までってこう雨だとか曇りだとか晴れだとかって出るマークがあるんですけれども、で、朝の6時から夕方の6時までの間に、はい、雨マークとか雪マークがなかったらば実施するという形に決めてあるんです。だから一つでも雨マークがあったら中止なんです。朝雨だけどすぐ晴れるってなったとしても、もう中止なんです。もう前日のその天気予報の6時から6時までにマークが、曇りマークが全部とか晴れマークが全部とか曇りと晴れマークだけだったらばもう、実施するんです。
だから自首すると決まったらば、翌日朝起きて雨が降っても自首するんです、それは。そんなことありました？あるんです、あります。何回もあります、ね、何回もあります。天気予報がね。それで、途中で行って途中で雨がっていうこともありますけども。そしたらちょっとコースを変えるとか、そんな風なこともしながら。だからいつも、行く人はちゃんとした雨具は用意していきますよ、必ず。あ、ですからね、ここがミソでね、6時から、ここがミソですね。6時までの間にマークが一つでも雨マークがあったらダメと。なるほど、なるほど。ですから、もうこれを見落とすと分かんないんです。そうすると、担当幹事のところにですね、電話かかってきて、天気予報見なかったんだけど、明日どうなってますっていう問い合わせに対しては返事ができるという形になってるんですけどね。なるほど。でもみんなもちろんそれをちゃんとその時間しっかりと見てっていう準備をするということでしょうね。そうですね。明日は、この時間だった時に、ね、やるなって言ったらもう明日の準備をそれからして、もうなんだか明日はもう絶対に遠足があるんだっていう子供みたいな感じですね。でそれで先ほど言った決まった時間までにそこに行くという形になるんです。いやー、もうすごいルールを見つけられたな。これ何か大きなヒントのように、私たちこれから何かをする時のっていうふうにも思いました。はい、はい、リーダー、いかがですか、こう長く行ってらっしゃって、もうこの魅力は、そうですね、このグループの魅力は何でしょうか。まあ、要するにね、最近、先ほどね ABC って言いましたけどね、だんだん年を取ってきたがってA コースが少なくなってきた。それで、昔は A コースがね、6つぐらいあったのが、なるほど、1年間の中で、中でね、はい、で B コースが15ぐらいで C コースが21ぐらいあったのが、だんだんねそのウエイトがですね、 A コースが少なくなってきて B コースになってきて C コースも増えるとかって、だんだん下の方へね落ちてきてるんですよね。それがちょっと残念なんですけども、まあそれはそれなりにその自分の体力をね、見てですね、行くようにしますのでね、これはリーダーにとって、まあ、他のお仕事、そしてもう連合町内会長様もしてらっしゃるお忙しい高橋さんにとって優先順位としてはお仕事、その活動、連長さんの仕事はもちろんでしょうが、上の方に位置するのではないかと予想しますが、そうですね、これ水曜日やることに決まってる、もう水曜日なんです。ですから水曜日はね、私のスケジュールは全部ハイキングで埋まってます、うん、で先ほど言ったようにですね、雨マークがあったらば一周だけ伸びるんです。回だけのみ延期があってなんかこうあれですね、今リーダー聞いているとそんなにとしがみつかないのダメなものはダメ、なしのものはなしって、なんかそんなことまで教えてくれるような気が今しました。雨とついてたらなしっていうね、この潔さみたいなものもあるような気がしました。この後もリーダーは続けていかれるでしょうね。そうですね、つい先日その会議があったんですけどね、私出られなかったんで任せるよって言ったらば、続投でもう2年やるという形で決まりましたんでね、私ももう2年そのサークルリーダーをやらなきゃいけないという形になってしまったんですけどね。はい、わー、なのでお元気なのですね。はい、ありがとうございました。こう生き生きヒント、本当にたくさんの生き生きヒントがこの、サークルの中には私は隠されているような、そんな気がしました。人数がね少なくなって寂しい限りなんですけども、うん、まあ残った人間でですね、楽しくですね、これからまだ何で生きるか分かんないんだけども、頑張ってですね、はい、友達と仲良くですね、過ごしていきたいなというふうに思ってるんですけどね、はい、山関係はもう決まったところしかないから新しいところっていうのはないんですけども、それ以外にその C コースでお散歩コースっていうのは作ろうと思えばいくらでもあるので ね、 そ う、 ね、そういう新しくてですね、皆さんが魅力を感じてくれるようなところをね、なんかいっぱい作って、皆さん和気あいあいと集まってですね、楽しく歩いたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。この番組ハグでも、じゃあ、はい、皆さん面白そうなお散歩コース、ハイキングコースあったら、こんなとこどうですかって、なんかこう、メッセージを寄せいただくと、高橋リーダーに私の方からお伝えする、はい、リーダーもぜひ番組ハグを聞いていただいてと、皆様にもお伝えいただいてというふうにも思うところであります。はい、
高橋リーダーの、そして高橋会長の若い秘訣がここでまた謎が解けたと、一つそんな気がいたします。ありがとうございました。楽しいお話でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。2020年最初の放送、お別れの時間です。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。この番組を今年も支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上3社の提供でお送りしました。それではまた来週1月14日にお耳にかかります。お相手は相浦弥生でした。さようなら。